セガサミルクスレッツゴー。どうもこんにちは、セガサミルクスのコーディでーす。タナルでーす。クラシオでーす。お願いします。ケンタロウでーす。はい、ということで今日はケンタロウ、おーイエーイ、来ました。意外と難しそうやねんな、これ。マジむずいケンタロウから。予想できねえな、あんまり。ふざけるから。真面目とふざけるのこの振り幅がすごいから、そこが結構難しいかなって思います。やってみましょうか。とりあえず、行ってみましょうか。レッツゴー。2番目に好きな食べ物は、むずい。30秒お答えください。よし、スタート。むずいな。終了。さあ、フリップを出してお答えください。せーの、ドン。マック、サラダ、ラーメン。あー、なるほど、みんないい線いってるわ。いや、1位はもうプロテインやん。おい、プロテインやな。1位プロテインで、2位は多分サラダ。なるほどな。俺1位お菓子かと思ってた。あー、確かに。ポテチやな。めっちゃ食ってた一時期。マックはありえるかもしれない。ラーメンめっちゃ言ってねえな。分かる。ラーメンもありえる。上位には入ってきそうやな。答えを見てみましょうか。見てみましょう。2番目ですか。Cって言うなら、笹かまですかね。笹かま。え、待てない。誰が当たるんこれ。いや、でもね、俺パッと浮かんだよ、笹かまだった。ステカいやん、これ。笹かま？あんなかっこつけて。笹かまそんなだけですけど。じゃあ続いていってみましょう。好きな匂いは何でしょう。お答えください。よーい、スタート。真剣に答えていいのか。終了。さあ、答えの準備できたそうですね。行ってみましょう。フリップを一斉に用意、ドン。ドン。カルバンクライン。おう、カルバンクライン。女の人の脇。おい。なるほど、女の人の脇確かに好きそうやもん。絶対言うから。それは好き。そうですね、やはり女性らしい、かぐわしい香りが好きかな。うわー、そんなこと言ってたの俺。正解、正解やもん、これ。正解か。0.5 にしとく。じゃあ、0.5 っすね。ああ、はい、次、チャームポイントは何でしょうか。一斉にお答えください。よーい、ドン。上はテニス、下はブ。おい、バカ野郎。女の人の口説き方、女性を落とす甘いね。下はブ。なんか、よくケンタロウくんが、え、どこまでならいい、あの、何歳ぐらいまで行けますって言うのをよく聞くんですよ。そしたら、いや、上はテニス、下はゴルフって。どういうこと。ストライクゾーンが広がる。あー、そういうこと。バッターやったとしたら。そうなるほどな。さあ、お答え見てみましょう。どうぞ。チャームポイント、笑顔ですかね。シンプル。はいはい。ここに来てシンプル。誰が今はすでも逆に外すわ。次の問題いきましょう。ケンタロウが好きな月何月。一斉に考えてください。よーい、スタート。あった、これ何。この流れを見たら分かるかもしれないね。はい、終了。さあ、一斉にフリップの方をお答えください。どうぞ。ドン。9月。露出の多い夏。うわ、俺も8月。うわー、なるほどね。一緒。おー一緒。9月はね、俺誕生日だもんね。そういうことです。はいはいはい。そうですね、ちょっと難しいですね、それは。本当に、本当に言うんだったら、君が生まれた月。マジで帰ってください。マジで帰ってください。これはごめん、あの、俺は何月って言ったから。何月じゃない。やばいね、それは。これはむずい。行きそうやな。まあでも、まあいいのせい言ってるよ、みんな。いい感じよ、この調子でいこう。はい、続いての問題こちら。今の宝物は何ですか。来たやろ、この流れ。よーい、スタート。これはね、わかるんじゃないかな。今の流れ言ったらいけるんじゃない。終了。とりあえず行きましょう。一斉にお答えを、せーの、ドン。よくせに出会えたこと。ナンパマン。みんなとの出会い。あー、また行った。まあ、一旦臭いこと言うと思うな。そう。じゃあ、お答えの見ていきましょう。どうぞ。そうですね、
チームメイト。おお。どっちだ？正解。チームメイトじゃん。まあまあよくない。全員正解。おお。なんで俺チームメイトなんて言っちゃったんだろう。別にいいんすよ。そうなんだ。それでいいんだ。そうなんだ。はい、続いての問題いってみましょう。最近あったいい出来事は何でしょうか。一斉にお考えください。よーいどん。膝健太郎になりきって答えてほしいね。これはね。はい、一斉にフリップの方どうぞ。でん。いい女に出会った。電車で綺麗な人に出会った。マジ中でパンチラ。お前らさ、好感度だらさがいだよ。もうなんか全部ありそう。それでは正解を見ていきましょう。どうぞ。そうですね、この YouTube を通して君と出会えたことかな。それ言ってるもん。それ言ってそのワンチャンあるかなと思って。うわそれちょっとね、難しかったね。バレボロい。はい、 OK。 最後ね、はい、ワンムーブお願いします。さて、ケンタロウはどんなワンムーブをしたでしょうか。一斉にお考えください。スタート。あー、なんとなく分かりました。あ、ちょっとなんか最近よくやってるわ。あっ、なんとなく分かった。はい、それではやっていきましょう。せーの。これでしょ。それな。答え見てみましょう。やばい、佐藤。ありがとう。ひどい。ひどい。ひどい。何それ。いない。これ指ハートかと思ってた今。いない。それか投げますかと思ってた。怖いよ。ダメだ。じゃあ一生現れない。ケンタロウ君、別れした。一生現れない。無理。はい、ケンタロウは現れです。おめでとう。一番いいことすごいね。いや、あんま嬉しくないっす。おい。でも親でも多分無理。逆に視聴者の方は多分分かって、あんまり気になるコメントでな、教えてほしいもん。確かに、こうケンタロウ君の確かに。あとさ、好感度下がった気しかしないよな。まあまあまあ、おふざけですからね。まあ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 、はい、ということで、はい、視聴者の花嫁でした。はい、おめでとう。おめでとう。おめでとう。もう別にみんな一緒ぐらいですよ。全員も分からないですよ。しょうがない。全員も分からない。俺も今あんま分かってないですよ。そんな、そんな、何時間やったんだろう。というわけで、ケンタロウは以上となりますが、皆さんどうでしたでしょうか。次は何とかをしてもらうんで、そちらも注目してください。バイバイ。無理やり。チャンネル登録よろしく。いいねお願いします。よろしく。コメントもお願い。